ビリー・グラハム、ビリー・グラハム、区部、1918年11月7日から2018年2月21日は、現代アメリカの最も著名なキリスト教、南部バプテスト教会の福音伝道師、牧師、神学校教師、福音派キリスト者、アメリカの伝道師と呼ばれる。1950年に、ビリー・グラハム福音伝道教会を設立した。 20世紀中頃のリバイバル運動、信仰復興運動、精霊運動の主力とな一人である。今まで生きた、誰よりも多く世界中の人々に福音を語ったと言われる、ノースカロライナ州シャーロットにほど近い農場で生まれる、200エーカーの面積があった。家庭では聖書を中心とした教育を受けた。しかし、宗教には無関心だった。 16歳の時の伝道説教を通して、信仰を持った。テンプルテラス独立聖書学校、現に入学し、そこで少女と婚約するが、その少女はグラハムが、敬虔な、働き人となる印が見られないと、グハムに告げて、グラハムから離れた。苦しんだグラハムは、近くのゴルフコースでひざまずき、主なる神にすべてを委ねる祈りを捧げた。また、 糸杉ぎを相手に伝道説教の練習をするようになった。それから数ヶ月が経って、非公証女たちに福音を語ると応答があったと述べている。最初の特別集会は、フロリダ州パラトカノバプテスト教会である、ホイートン大学に入学し人類学を専攻した。学費のため家具を配達する仕事をしている時に出会った、女子大生とデートをして休婚し、 大学を卒業した2ヶ月後の1943年に結婚した大学院進学部修士課程修了。最初の巻き会はイリノイ州ウェスタンスプリングスにあるバプティスト教会である。グラハムは教会員たちの協力を得て東霊・ M ・ジョンソンのラジオ放送を引き継いだ。ここで福音歌手ジョージ・ビバリーシェイトの出会いがある。また、 トロンボーン奏者のクリフ・バローズも協力者となった。1947年にノース・ウェスタン・スクールズの総長となる。また、この年のロサンゼルスの伝道集会により知られることとなった。その前に、グラハムの霊的体験があったと伝えられる。グラハムは聖書館について悩んでいたため、森の中に入って、切り株の上に聖書を置き、ひざまずいて、主なる神に、神よ、 証明できないことがありますが、信仰によって、聖書を神の言葉として受け入れます、と祈った。すると、私は、神の臨在の驚くべき体験を持った。私は決心したことが正しいことだと思うと、心に大きな平安が訪れた。という。そして王に、神の精霊の油注ぎを受けたと伝えた。ビリー・グラハムの霊的な戦闘の武器は、これへの剣、すなわち神の言葉。 エペソ6時17分であり、グラハムは、聖書は、こう言っていると頻繁に語った。国内外を非常に精力的に飛び回り、マディソンスクエアガーデンなど大衆を前にしての連続伝道、さらにテレビ等のマスメディアを活用した大衆伝道など、20世紀的特徴を体現した伝道師である。日本でも、福音的な教会に招かれ伝道集会を開いている。 グラハムの伝道スタイルは聖書に書かれてあるとおり、イエス・キリストを私たちの罪の身代わりとして死なれ、蘇られた救い主と受け入れなさいとストレートにメッセージするものでる。その結果、多くの人が主イエスを見出し、申請したと言われる。1993年時点で250万人以上が伝道大会でイエス・キリストを個人的な救い主として受け入れるために、 進み出た。2002年で彼の生涯における聴衆はラジオとテレビ放送を含めて20億人に達した。1966年10月にベルリンで世界電動会議が開催された。ここでは電動の急務が訴えられ、また会議は人種差別を否定した。グラハムの最終日の説教は、あなたの祭壇は汚れていないか題するもで、 これを聞いた参加者は涙を流してひざまずき、祈ったと伝えられる。ローザンヌ世界伝道国際会議では、宣教を伝道と社会責任の二つに分け、伝道の優先性を主張しながらも、社会責任を無視しないとした。ローザンヌ制約では、あらゆる種類の混合宗教、シンクレティズムやすべての宗教やイデオロギーを通して、キリストが語っているかのような対話、ダイアローグを、 キリストと福音に対する冒涜みなして拒否すると宣言しているが、同時にすべての人は罪人であり、滅びに向かっているため、彼らに神の愛を告知し、招くようにとの制約を表明している。日本では1956年、1967年、1980年、1994年の四回に、わたってビリー・グラハム国際大会が開催された。 また、ローザンヌへもコミットしている。また、北朝鮮と太いパイプを持ち、高く評価している。英語版三章のこと。グラハムは、ギャラップ社の二十世紀で最も評価される人の七人目に選ばれた。現在は、息子のフランクリン・グラハムが後継者と目されている。聖書では、勘員が禁じられているため、それを世人に教え、1960年代後半に、 アメリカで巻き起こった、セックス革命といわれる一連の性的倫理の解放運動の罪を指摘しており、伝道集会、著書、テレビ伝道などにおいて、これを強く非難し、悔い改めるように説教した。そのため世人からは、アメリカの伝統的価値観を体現し、これを保護する、保守派と呼ばれることがある。グラハムは保守派を中心とした。 アメリカ合衆国大統領の霊的助言者であった。実際に、リチャード・ニクソンなど多くの大統領就任式の際の祈祷をたびたび担当している。キリスト教根本主義、ファンダメンタリズムは、福音派のグラハムを非難している。また、新政党主義のラインホルド・ニーバーもグラハムを批判している。また、ニクソン元大統領と極秘裏に会談したとき、ユダヤ人が、 アメリカのメディアを支配し、アメリカに喉はレスリングの技をかけており、将来アメリカが滅亡するだろうといったことがれ、後に謝罪している。また、トルーマン元大統領とも信仰があったが、トルーマンは彼を嫌っており、あれは政治に近づきすぎるとも批評したと言われている。グラハムは著書等を通しても、キリスト教会に広く影響を与えている。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。